アルテミスとは欧州宇宙機関が開発した衛星間光通信などの高度な通信技術の実証を目的とした試験用の静止データ中継衛星。アルテミスは2001年7月12日にアリアン5ロケットにより打ち上げられた。H2 アンペア試験機1号機で打ち上げる予定もあったが開発が遅れたためアリアンロケットでの打ち上げに変更された。計画では 打ち上げロケットにより、電池点が3万6千キロメートルの静止トランスファー、軌道に運ばれた後、衛星本体のエンジンを用いて、静止軌道に移動する予定だった。しかし、アリアン号ロケットの3段の故障により予定の高度の半分以下である1万7 4 8 7トルまでしか到達できなかった。その後、チームによる懸命な復旧作業が行われた。 まず衛星に搭載されていた近地点引き上げ用のアポジエンジンを使用して遠地点高度を3万 1000km に引き上げた。そのままでは近地点を上昇させるための燃料が足りなくなるため軌道調整用に搭載していたイオムエンジン2機を使用して1日に 15km のペースでゆっくりと予定の軌道に近づいていくという方法が採用された。 2002年2月からこのイオンエンジンの噴射を開始し、2003年1月31日に予定の正式軌道に到達した。イオンエンジンの搭載位置の問題から、噴射時は姿勢を90度変更する必要があり、搭載されているソフトウェアプログラムの約20%を書き換えるという大作業が行われた。このトラブルにより使用可能な推進剤が不足し、 衛星の寿命は短くなると推測されていた。しかしイオンエンジンを使ったことで推進剤の消費を抑えることができ、2011年7月には当初、予定していたミッション寿命の10年間を達成した。アルテミスは開発が進められているヨーロピアンデータリレーシステムの事前実証衛星の役割だけにとどまらず、ヨーロッパのデータ中継衛星システムの一部として、現在も使われている。 アルテミスは2001年11月20日にフランスの地球観測衛星スポット4との間で世界初の衛星間光通信に成功。以後も継続的に観測データの中継に使用された。また2005年12月にはキラリとの双方、高校通信実験に成功し、その後も1年間の光通信実験が行われた。 電波を使用したデータ中継は2003年4月以降、餌の地球観測衛星、インビジットとの間で利用され、同衛星の約2、3の観測データがアルテミスを使って中継された。2003年3月には、日本の地球観測技術衛星緑2との衛星間通信実験にも成功した。アルテミスは現在も欧州補給機との通信の中継などに使われており、 2014年にデオービットするまで運用を継続する予定。ありがとうございます。